すぐに同点のチャンス。守り宮城リフはそれほど極端な前進守備ではありません。内野、まあ、ここはまだ初回でしかも1点先制していますので、はい、あまり極端な、ね、ここは前進守備は取るべきではないですよね。打球によっては同点もやむを得ないというリフの考え方ですね。ですね、ですから緩いゴロが、ね、セカンドショートに飛んだ場合にはこれは同点もやむを得ないでしょうね。センターへ浅いフライだ。三塁ランナーはハーフウェイ、内野が追いつきました。セカンドです。ランナーは動けません。ツーアウト三塁。今のは中間守備を取っていたコースをしましたね。前進守備でしたら今のはポテンヒットになってますからね。なるほど、追いつくことができました。そして注目のバッター、1メートル90センチの4番のファースト江塚、パワーがあります。外から入ってきました。この江塚をリフとしては相当警戒しているようでしたね。そうですね、この江塚君に対してもね、とにかくどうやってかわしていくかというところでしょうね。インコース来た。今のスイングを見ていましても怖いですよね、やはりインコースは。あえてしかし今はこのインコースも攻めていったということでしょうか。まあ、おそらくこれはキャッチャーの遠藤君としてはね、バッターの足元のあたりにね、低めボールになるようなスライダーを放らせたかったところですよね。高め見せます。次のボールですね。キャプテンの遠藤がリードをします。振らせました。掛川西1回同点ならず、リフ1点リードで試合が始まりました。それでは一塁側、宮城リフの校歌が初めて甲子園に流れます。畑の年が丘に王が満ち、我らが大地、たくましくたくましく、命も抱く我が友よ、大樹のごとく育ちて山に、我が学びやに力あり。21世紀枠での初出場、多くの応援団がアルプスにやってきました。宮城リフ1点先制、2回の表の攻撃。6番ライト井上から、ここから左バッターが3人続きます。1回はアウトコース中心、あまり外のシュートを見せなかったピッチャーの打ち取りました。セカンド大隅、ワンアウト。この回の先頭バッターはアウトです。主審立花、一塁安福、二塁野口、三塁木下、4人の審判で行われています。7番ピッチャー塚本、いい当たり。ワンアウト一塁。2回の表リフの攻撃、塚本さん、この左バッターの並ぶところを迎えて投球パターンどう変わってくるかというところも注目かと思うんですが、やはりシュートボールですね、はい、まあ、ナチュラルかもしれませんが、左打者の外側の方には投げ始めましたよね。そうですね、まあ、しかしゲーム前にね、リフ高校の監督にお話聞いたんですけども、やはりとにかく来た球でいい球だったらもうどんな球で振っていけというような積極的な指示が出てたようなんですけれども、今のこの塚本君もね、アウトコース寄りですけれども思い切ってこう振ってますよね。打順は下位、8番セカンド佐藤裕二、ワンアウト一塁。セーフティー気味に来る。やはりこのリフもデータとしては盗塁もあり、まあ、機動力やそしてこうした小技なども絡めてくるという攻撃ですが、普通には送ってくるということはまずありませんでしたね。そうですね、まあ、ただここランナーがピッチャーですので、そうですね、そういう意味ではあまり無理はさせられませんからね。
度はしっかり来た。二塁はやめます。送りバント成功、ツーアウト二塁、追加点のチャンスを作りました。大きな声が飛びます。小原仁志監督、このキャッチャーの遠藤君もですね、小原監督のとお聞きしたんですけれども、非常にクールなんですけれども、試合になりますと非常にこう熱い方だというふうなことを、ね、話してましたね。ラストバッターレフト伏せ、その左バッターに使い始めた得意のシュートを右バッターに使ってくるかですね。おそらくこの掛川西のキャッチャー勝俣君はデッドボールが怖いと思うんですよね。やはり外中心です。ただやはりこの外だけではね、どうしてもセンターから右方向、右バッター狙われてしまいますからね。ここで来ました。いいボールですよ。このボールは打ってもファールにしかなりませんからね。これが得意のシュートでしょうか。かけていますね。これはいいボールです。右バッターにも左バッターにも使ってゴロを打たせていきたいという狙いを話してくれたマウンド上の堀野。そして外、まあ、自然的にそういう風になります。こういう風になりますよね。インコースギリギリのシュートボールをファールした後はね、アウトコースのボールというのはやはりこれ届かないですからね。より幅が出るピッチングとなってくるでしょうか。そうですね。ベースを広角に横に広くつけるということですよね。追加点のチャンス、リフよく止めた。ランナー二塁そのまま。考えながら投げることを持ち味としているマウンド上のピッチャーの堀野。二塁ランナーはピッチャーの塚本です。リフ、ラストバッターの伏せにタイムリーが出ました。これも本当にこうセンターから右寄りをねしっかりとこう狙って打ってるバッティングですね。チームとしての意図が徹底されているような狙いが見えますね。ですからその伸び伸びと振っていこうというね指示が出ているんですけれども、決して大振りではないんですよね。素直に打ち返しているバッティングができていますね、各選手ね。1回目の守備のタイムを取りました掛川西。なおも追加点のチャンスで打順はトップです。1番キャッチャー遠藤。際どい二塁ランナーも俊足です。どうでしょうか。先ほど右バッターにも見せたシュート、もっと使っていってもいいでしょうか。方がいいと思いますね。まだアウトコース中心のピッチング、これはいいですよ。打ち取りました。風は少し流れましたが3アウト。リフが2回の表1点を追加しています。それでは静岡掛川西の校歌です。
アルプスはほぼ満員です。地域の期待も高いという15年ぶり出場の掛川西。岐阜が2点を先制。タイムリーを打った選手たちも守りにつきます。掛川西は5番からサードキャプテンの尾崎。掛川西としては2点まずビハインドとなりましたが、どう考えて攻撃していったらいいでしょうか。まずはやはりね、1点1点ずつ返していくことだとは思うんですけれども、まあ、この2点差という範囲内はね、掛川西としてはね、それほど恐れる点差でもありませんし、接戦に持ち込むというのがね、この掛川西のスタイルですからね、はい、詰まったファースト馬場です。ワンアウト。15年ぶり4回目の出場の静岡掛川西。6番キャッチャー勝又。大きいセンター俊足、取ったか、取っています。ファインプレー、センター俊足の藤原、見事なプレー。いやーし、これはね、藤原くんじゃないと取れないくらいのね、難しい飛球でしたよ。左中間の深いところでした。いっぱいです。でこの藤原くんはですね、今大会の出場選手の中でね、盗塁数が一番多いですよね。そうですね。ですから本当今大会でも1、2を争う俊足の選手ですよ。守りでもその足を見せました。7番ピッチャー堀野。こういう守備があるとピッチャーとしても流れに乗っていきやすいんでしょうか。いや、もうね、勢いづきますよね。ただこの掛川西もですね、右打者はストレートを狙って左打者は逆方向に打つということ、この指示は徹底されていますね。今のこの勝又君もね、ストレートを狙ってきましたからね、はい、ピッチャーの塚本も大変球種の多いピッチャーです。そこにどう挑んでいくか。直球カットボール、スライダー系のボールです。そしてカーブ、縦のスライダー、シュートがあります。直球は低めに丁寧にコントロールしてきます。ボール、初めて出ました、フォアボール。コントロールのいい塚本が珍しく出しました。ツーアウト一塁。2回の裏、掛川西の攻撃、8番ショート古田です。サウスポー、一塁ランナーはピッチャーですから、ここは動いてくることはないでしょうか。いや、しかしね、はい、いいリードを取っていますよ。あ、そうですか。これは広いですよ。大きいリードです。初球は見ます。掛川西もリフもどちらもバント盗塁の数が出場チームの中では上位にランクされるデータが秋の大会ではあります。ですからこれね、やはり期待していますよね、このピッチャーの塚本君もね。ちょっとリードは小さくなりました。普通はこうね、ピッチャーにこれほど牽制球投げませんからね、はい、こうして機動力でもプレッシャーをかけていきます。まあ、この今ランナー出てる堀野君もね、非常にこの勉強もよくできるらしいんですよね。もう本当にこう、やはり一つ一つのプレー真面目なんでしょうね。三遊間、あっと取れない、ヒットでつなぎました。ツーアウト一塁二塁。掛川西が2回ですが同点のランナーを出しました。いや、結局はね、今この堀野君のリードがもたらしてるんですよね。というのもピッチャーがね、このバッター